使うんだね。こんにちは。はい、どうも。Thank you so much. Yeah. My friend want to marry you, bro. Bro. 告白してもいいですか？ Yes. どうぞ。すいません、最高でしょ。ありがとうございます。みみみ、みみみみみ。韓国です。私の息子、10歳の大阪にも住まわせています。わお。でもね、韓国とかなんかで、ね、来てくださる方がね、結構いらっしゃるみたいで、めちゃめちゃ嬉しい。ライブシェア盛り上がってましたね。すごい、ありがたかった。たくさんの方が来てくれた。今の香水？いや。これ、こうやって、え、ありますよ。テスターだから、なんか、こうやってやって、キッチン。ピッ。はい。ね。はい。いい匂い。いつもあなたのことが大好きで、とってもかっこいい。Thank you. 十字の腹痛に鼻を立て。吐いたの、こいだのは、知らない、知らない、そう思ってたけれど、あなたの目に映った日から、あ、ごめんなさい、腹痛に鼻だった。くだらないことで驚愕れる。ん？当てた。生きる意味など迎えに行くものでしょう。わけなどはいらないから、そこにやればいい。なんかスピーカーからノイズ走ってんな。なんでだろう。ちょっと待って。まあいっか。ごめんなさい。じゃあそろそろね、終わりましょうかね。皆さん、この後11時20分からは、僕のね、J-Wave のラジオが担当している、ソナーズミュージック、ソナーズルーがね、やりますので、ぜひ聴いてください。今回は夏フェスについて振り返りました。ソナーズルー、皆さんは夏の思い出はありますか？どうですか？ちょっと。そう、今回はですね、夏の思い出を振り返っていくというね、夏の思い出じゃなくて夏のフェスを、振り返っていきましたので、ぜひ11時20分から、聞いてください。J-Web ソナースルーム。月曜日の担当は今瀬がお送りします。ぜひ皆さん、ハッシュタグソナー813をつけて、Twitter でつぶやいていただくか、ぜひね、コメント、どしどしね、お待ちしております。インスタでラジオみたいなくれてもいいかもしれないですね。勉強だけじゃなく、好きなことをやりなさいって、勉強はしましょう。勉強した上で好きなことをしましょう。僕は勉強してこなかったので後悔してます。皆さんの曲を聴いたこといいですね。いい、それは素敵な夏です。花火大会がいなかったら僕も行ってないです。ハローハロー。今日も疲れ、今日も疲れ。夏の思い出、寒さに東京、寒さに東京。さらに10月を待ってます。なっています。ありがとうございます。気をつけていきます。パスポート忘れず、いきます。というわけで終わります。